アンパンマンの遊園地。この絵をよく覚えててね。そしてこうやってバラバラにできるんだよ。真ん中はこんな感じで空欄になっていったね。じゃあこれをパズル一つ一つ組み合わせていってみようかな。あ、アンパンマンの顔があるね。それからこれはメロンパンナちゃんだよ。そしていろんな、あ、この観覧車、観覧車この上のところにあったからこのあたりかな。どうやってやっていけばいいかな。あ、これはジャムおじさんだね。ジャムおじさんのこっちの方にはバイキン UFO。 そしてこれが、あ、これはカレーパンマンだね。カレーパンマンはどのあたりかな。このあたりだったかな。そしてこれ観覧車の真ん中だね。観覧車の真ん中でこれ、あ、こうだね。こうすると観覧車この真ん中の太陽のマークがぴったんこだよ。そしてこの観覧車のパズルはこうやって右上のところにつけていくとぴったんこぴったんこだよ。よし、それじゃあ観覧車の他のパーツも探していってみようかな。これバイキン UFO っぽいよね。あ、これは観覧車だね。観覧車。これは、あ、このあたり。ここのところに食パンマンがいて、食パンマンの体の足のところと、この山の形がぴったんこだったね。ここに、バイキン UFO に乗ったバイキンマンがいるのかな？さっきバイキン UFO があったね。そうすると、あ、これはこうやって合わせると、この観覧車とアンパンマンの顔、そしてバイキン UFO まで完成してきたよ。こっちの右上のところはだいぶいい感じでできてきたね。そしてこれ、あ、ジャムおじさん、ジャムおじさんが、さっき、ジャムおじさんがいたよね。あ、アンパンマン、アンパンマンは、この顔のところにいたから、ここ、よし。そしてこれが、何かな？これはちょっとわからないな。それじゃあ、ジャムおじさんのこの顔を、よし、作っていこうかな。こうやって合わせてあげると、ジャムおじさんの顔ができたね。そしてここのところがバイキン UFO になっているから、もしかしたらここに合わせて、ここじゃないね、ここだと合わないかな。あ、この上のところだね。上のところにこうやって合わせていってあげると、ジャムおじさん帽子をかぶってるのもぴったりだね。こっちの方にはドキンちゃんもぴったり合ってきたよ。そうするとさっきのこのカレーパンマンのところも多分ここじゃないかな。ドキンちゃんの UFO と、そしてカレーパンマン、カレーパンマンができたきたね。ここのあたりにメロンパンナちゃん、メロンパンナちゃんがいたよ。さっきのこのメロンパンナちゃんの顔、これでこうやって合わせると、ここでメロンパンナちゃんが完成してきたね。それじゃあこのバイキン UFO のあたりかな。もう一つ、あ、これじゃないかな。これバイキン UFO の下の方っぽいよね。じゃあここのところにこうやって、よいしょ、合わせてあげると、これで上の方も完成してきたね。じゃあカレーパンマンのこの顔がちょっと欠けているところがどこかにないかな。あ、これはちょうどこうするとジェットコースターが出来上がりそうだよね。これはこの右の下のところ、ここにこうやって、よし、合わせていくと、こうやってアンパンマンを先頭にしたジェットコースター。
そして結構だいぶ埋まってきたね。これはどこかな。カレーパンマンはどこかにいないかな。これカレーパンマンっぽくないかな。ここのところに入れていってみようかな。それじゃあよし、あ、ちょうどぴったり大丈夫だったね。よし、それじゃあアンパンマンの顔もちょっと欠けている部分、ここじゃないかな。アンパンマンの顔をこうやってよいしょ完成させてあげて、ここに釜飯丼もいたね。そしてこれはジェットコースターのところじゃないかな。これアンパンマンのなんかマントみたいじゃないかな。ここのところにこうやって、あ、ここのマントの部分だってね、やっぱりね。それじゃああと一つはこれだよ。よし、それじゃあぴったりと合わせて、これで元の形に完成だよ。